4番ラジオを聞いています桜動物園はオープンの日にどうなりますかオープンの日です 今月20日金曜日に桜公園の隣に桜動物園がオープンします動物園は毎日10時から夕方5時までですがオープンの日は午後8時まで空いているそうですお仕事の後にお子さんと一緒にいかがでしょうか休みは毎週木曜ですチケットは600円で 中学生は500円小学生以下のお子さんはただです毎月初めの土曜日にはチケットが安くなって300円で入れますぜひ行ってみてください桜動物園はオープンの日にどうなりますか 4番ラジオを聞いています。桜動物園はオープンの日にどうなりますかオープンの日です 今月20日金曜日に桜公園の隣に桜動物園がオープンします動物園は毎日10時から夕方5時までですがオープンの日は午後8時まで空いているそうですお仕事のあとにお子さんと一緒にいかがでしょうか休みは毎週木曜ですチケットは600円で、 中学生は500円小学生以下のお子さんはただです毎月初めの土曜日にはチケットが安くなって300円で入れますぜひ行ってみてください桜動物園はオープンの日にどうなりますか 5番女の留学生と男の留学生が話しています。女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか女の留学生です。 ねえ、日本に来て日本の自動販売機に驚かなかった驚いた。公園、病院、海、どこに行ってもあるからすごいよ。私が驚いたのは種類だよ。私の国では売っているのは飲み物がほとんどだよ。日本ではバナナや花、服も見たことがある。うん。言葉を話す自動販売機もあって、 東京では東京の言葉を、大阪では大阪の言葉を話すんだよ。店員みたいだね。日本では外に置いてあっても中のお金が盗まれたりしないから、自動販売機がたくさんあるのかもしれないね。女の留学生は日本の自動販売機について、 どんなことに驚いたと言っていますか 5番女の留学生と男の留学生が話しています。女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか女の留学生です。 ねえ、日本に来て、日本の自動販売機に驚かなかった驚いた。公園、病院、海、どこに行ってもあるからすごいよ。私が驚いたのは種類だよ。私の国では、売っているのは飲み物がほとんどだよ。日本では、バナナや花、服も見たことがある。うん。言葉を話す自動販売機もあって、 東京では東京の言葉を、大阪では大阪の言葉を話すんだよ。店員みたいだね。日本では外に置いてあっても中のお金が盗まれたりしないから、自動販売機がたくさんあるのかもしれないね。女の留学生は日本の自動販売機について、 どんなことに驚いたと言っていますか卵が安くなる時間は何時から何時までですか すみません、こちらのお店のホームページに、今日は卵が安いと書いてあったんですが、売り場はどこですかあそこですが、すみません、お客様。卵が安くなるサービスは、夕方の1時間だけなんです。え、何時からですかもう終わってしまいましたかい,いえ、まだです。今ちょうど5時ですから、始まるまで30分あります。 わかりました。卵が安くなる時間は何時から何時までですか 6番スーパーで客と店の人が話しています。卵が安くなる時間は何時から何時までですか すみませんこちらのお店のホームページに今日は卵が安いと書いてあったんですが売り場はどこですかあそこですがすみませんお客様卵が安くなるサービスは夕方の1時間だけなんですえ何時からですかもう終わってしまいましたかいえまだです今ちょうど5時ですから始まるまで30分あります わかりました。卵が安くなる時間は何時から何時までですか七番。 会社で女の人と男の人が花見の場所について話しています。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか 土曜日仕事の帰りに花見に行かないいいねどこがいい東公園がいいよ桜は東公園と北公園が有名だけど北公園は毎年すごく混むんだよ公園の中に食べ物の店がたくさん出ていて歩いていてもなかなか前に進めないんだお祭りみたいでにぎやかで楽しそうだけどちょっと疲れるね 東公園も人は多いんだけど池があって船に乗って桜が見られるから楽しいよ面白そう東公園は会社からは歩いていけるえっと歩くのは無理だけどバスなら15分で着くよじゃあ東公園に行こう男の人はどうして 東公園がいいと言っていますか 7番会社で女の人と男の人が花見の場所について話しています。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか 土曜日仕事の帰りに花見に行かないいいね。どこがいい東公園がいいよ。桜は東公園と北公園が有名だけど北公園は毎年すごく混むんだよ。公園の中に食べ物の店がたくさん出ていて歩いていてもなかなか前に進めないんだ。お祭りみたいでにぎやかで楽しそうだけどちょっと疲れるね。 東公園も人は多いんだけど池があって船に乗って桜が見られるから楽しいよ面白そう東公園は会社からは歩いていけるえっと歩くのは無理だけどバスなら15分で着くよじゃあ東公園に行こう男の人はどうして 東公園がいいと言っていますか